サンドロケス TV 小津隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。2024年9月7日土曜日、上野音横丁におきまして開催されましたメタルブリッツボリューム2でございますけれども、私のバンドサージ K ですね、デビューライブということで、初めてのライブをさせていただきました。今回ですね、メタルブリッツボリューム2ということで、トランスフォーメーションさんとね、サンドロケス TV の、コラボ企画でございますけれども、たくさんの方にご来場いただきました。本当にありがとうございました。こちらの動画、メタルブリッツボリューム1の方ですね、前回の、ライブでございますけれども、札幌で第1回を行って、今回は東京で2回目ということですが、札幌の方はですね、メディアバイブスで、出演させていただきました。こちらの動画もね、ライブとかいっぱい入ってますんで、ぜひご覧になってください。そして今回はサージ K というバンドでですね、トップバッターで出演をさせていただきました。先ほどお話しした通りにですね、トランスフォーメーションさんとサウンドロケス TV のコラボイベント企画なんですけれども、私主催でございますので、早めに箱の方に行きました。これはライブの MC でもお話ししましたけれども、一番最初に箱に入ってこうね、いろいろ準備しながら、待っていたらですね、次から次へとスターたちが来るわけですよ。おはようございますみたいな感じで、おはようございますみたいな感じでね、これなんかすげえこと始めちゃったなみたいな感じだったんですけれども、よくねこんな豪華なメンバー様が集まってくださったなぁなんて思いながら、もうまるで一言のように、よく考えたら自分も出るんですけれども、はい、まるで一言のように考えてたんですが、本当にすごいメンバー様が集まっていただきました。サウンドロケス TV ではヘビーメタルバンドやギタリスト、 CD の紹介、バンドのライブやインタビュー、ギターに関することなどを中心にヘビーメタルを愛する皆様に向けて発信しております。ご興味のある方はチャンネルの登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。サージ K というね、バンドはもちろん、私がボーカルで、ライブをするというのもこれ初めてでございましてですね、もう緊張って言ったら、もうなんか緊張のその先に行ってるような、もうなんか一言みたいになっちゃってるっていうか、あんまり実感が最初わからなかったんですよね。これまでにねギターで、ライブは何度もしてるわけ で自分のね、そのリハーサルの時に音をこうやって出すとかうんぬんっていうことを考えるだけではなく、ボーカルのことも考えなければいけないというね。今までにも何回もライブやってボーカルがいろんな準備をしてるのは知ってますが、2つやんなきゃいけないっていうことに、その時初めて気がつきまして、俺ボーカルの準備全然できてねえじゃんみたいなね、感じで大変だったんですけれども、何でも体験してみることだな、経験してみることだなっていうのを今回よく分かりました。この経験をもとにこう積み重ねていくことによってね、次から次へやっていくうちに、少し落ち着いてできるようになるかなとは思いますけれどもね。はい、そんなわけでね、リハーサルの風景とか、ライブも含めて、アップしようと思います。で、他バンド様当然出演されておりますが、今日のこの回は、サージ K のデビューライブについてお話ししてますので、次回ね、メタルブリッツ全体についてのお話とか、各バンドさんのライブの様子とかをね放送したいと思いますので、今日はサージ K だけを見てください。それではどうぞ。年取るとね、背骨の感覚が短くなるんですよ。軟骨？そう、そう面白いでしょ。ね、この番組何なんですかね。本当にまずい。面白いでしょ。吐いてますよ、後ろの人ね。面白いでしょ、この番組ね。本当にまずい。吐いてるんですよ。すごい、遠足みたいでいいな。そう、これ別に今日ライブだからとかじゃなくて、いつもこうですね。じゃあ5曲目の Don't Tell Me Why という曲をやります。
大丈夫です。いや真ん中もないです。いやいや、とりあえず言っていいですか。ね、俺たちを見に来た人たちよりもさ、ね、これから一つのバンドさんを見に来てくださっている方の方が多いかなと思うんですが、何みんな優しい、温かみ、やっぱね、素晴らしいバンドさんが集まる。本当はね、みんながちょっと冷たい反応だったら、まあ今日何曲やると決まってるんですけど、もう20曲ぐらいやっちゃおうかなと思って。じゃあ、ちょっと押してるんで、パパッといきますけど、メタルブリッジということで、ボリューム2ということで、サウンドロケス TV と、トランスフォーメーションさんの、まあ、コラボの、イベントでございます。本当に、特に私お世話になりっぱなしなんで、本当にトランスフォーメーションの皆様ありがとうございます。特に宣伝も何もないんで、メンバー紹介だけちょっとして次の曲行って終わろうかなと思います。まず上手側のイケメンがよく言うよギタリストの A ちゃんでございます。もうね、この前も言ったんだけど、めっちゃいい人なの。動画、昨日アップ、おとといがアップしたやつで、まゆちゃんが叩けない叩けないって言ってて、俺は、うん、やれよやれよって言ってんだけど、A ちゃんが大丈夫大丈夫って言ってるのをカットして俺カットしました。俺が悪い人みたいになっちゃうじゃん。はい、そしてじゃあこちら、ベースゆりちゃんでございます。かわいいでしょ。知ってる、うん、俺が一番よく知ってるよ、一番近くで見てんだからいつもね。そして、こちらの後ろの、はい、紹介した方がいい、してほしい、あ、そう、じゃあ、ドラムはまゆちゃん、はい、はい、じゃあ残り2曲になりましたので、まあできるだけ前にと思ったら、みんなもう前に来ちゃってるんで、まあ手拍子とかなんかどれたら、あの曲知らないと思いますけれども、乗っていただけたら嬉しいので、よろしくお願いします。
ました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。こういう企画をまたこういう企画をやりたいと思いますので。それでは乾杯。はい、いかがだったでございましょうか。私ね、実際に自分でライブやってる側ですから、先ほど初めて自分のそのライブの映像を見ましたけれども、もうなんていうんですかね、反省点しかないというですね、なかなか珍しい。いつもねライブの動画で楽しみに見るんですけど、今回ほど見てて辛くなったのはなかったですね。はい、まあぶっちゃけて言うと、まあ自分のその反省点というかね、演奏してるもの、歌ってることについて、まあ正直落ち込みましたし、見ててこれアップするのやめようかなと思ったぐらいです、ぶっちゃけて言うと。まあこれもね、先ほどからお話してますけれども、まあ、これも経験ということで、まあとにかく積み重ねていくしかないんで、その経験を生かすという意味でもちょっとね、自分的にはあまり多くの人に見られると嫌だったんですけれども、アップをあえてしました。まあ個人的なね、反省としてはそういうところがあって、まあバンド的に言うと、まあ初回ということを考えても、やっぱりまとまりがもう少し欲しいなというのが正直だったところですね。当然各メンバーの力量はしっかりしておりますので、さらにリハーサルを重ねる、ライブを重ねることによって、まあその部分はね、だいぶ解消されるのではないかなと思います。まあこれもね、初回だからというところありますが、まだまだみんながみんなを見て遠慮しているというか、もう探り探りやってるっていうところが見えたかなと思います。あとはやっぱり曲がまだ体に、私も含めてですが、染み込んでいないなというか、今ここでこう動いたらどうかなっていうのを考える前に、まず演奏を間違えないようにとか、そういうところに、ちょっと力が入っちゃってるような感じに見えましたね。なのでその辺はですね、今後の活動を通して、まあ強化していくというところと、あとやっぱり自分の歌を全部聴いてみて、まあ、どのキーが一番歌いやすいのか、合ってるのかっていうのもある程度判断できたので、まあ、今後の曲作りについてもいろいろと勉強になったというか、活かせるんじゃないかなとは思いました。まあ、先ほどもね、お互いが遠慮してるんじゃないかっていうこともお話ししましたけれども、ステージングに関してもね、もっともっとみんなできるはずなのに、やっぱりまだまだというか、ちょっと緊張もメンバーあったのかなとは正直思いますが、それは私ももちろんそうでございますね。特に俺なんか全然動けてないし、ギターもちゃんと弾けてないし、歌もダメだしってことでね、本当に落ち込みましたけれども、重ねていくしかこれは本当にないと思いますので、はい、日々精進して頑張りたいと思っております。まあここまで悪い点っていうのは、まあ非常に目立ったかなとは思うんですが、良い点ももちろんございます。緊張もね、当然あったと思うんですが、各メンバーがね、楽しもうというか、そもそもみんな仲良くて、楽しいメンバーなんで、その辺は、ステージ上にも出てたんじゃないかなと。ぶっちゃけた話ですね、まあ、本当に今回のこのメンバーにお願いをして本当に良かったと思ってますし、私はね、本当にとても恵まれてると思っております。むしろね、こんな素晴らしいメンバーを集めた俺を褒めたいぐらいすいません。でもまあぶっちゃけ、そこが俺は一番重要だと思っていて、まあ、信頼できるメンバー、大好きなメンバーね、そしてもちろんかっこいいとかうまいとかも含めてね、トータルで見て本当に素晴らしい、メンバーが集まってると思いますし、まあ、何よりもみんながメンバー同士尊敬し合ってるし、仲もいいし、本当にその重要な部分が完璧なメンバーかなと。実際に演奏してる側こう見てても、あ、こいつらなんか仲悪そうだなってバンド見てても楽しくないでしょ。出ちゃうんですよ、そういうのって。逆に演奏してる人たちが楽しそうだなっ
こう目と目を合わせてニコニコ笑ってたりしてたら、あ、いいなって思うと思うんですよね、あの見てるお客様がですよ。そういうのって伝わると思うので、そういう点ではもう完璧なメンバーなんで、あとは本当に俺たちに足りないものって言ったらやっぱり経験かなと。一体感を生むためにはやっぱりどん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 ライブをやってリハも重ねて進化をしていければ一番いいなと思ってます。まあ、今後もですね、本当にあのライブたくさんやりたいと思ってますし、まあ、当然曲も増えていくと思いますので、まだまだね、本当生まれたてのひよっこでございますけれども、ぜひとも皆様応援していただけたら嬉しいのでよろしくお願いします。対バンの皆様、スタッフ関係者の皆様、上野音横丁の皆様、そしてね、ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。心から感謝しております。まあ、メタルブリッツのイベント全体に関しましては次の放送でねアップする予定でございますので、各バンド様のライブの映像もございますし、そちらをまた期待していただければなと思います。本当に皆様ありがとうございました。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメント、お便りもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。